おはようございますす佐藤穂波です近年でご一緒させていただいたあの作品の,あの方たち作品をご一緒させていただいた方たちと乾杯したりだとかご飯に行くってことが全然できてなかったので、まあ、本当に去年がっつり関わらせていただいたドラマや映画の方たち キャスストささんんやスタッフたたちとと乾杯しいいなと思いますそうですね二十歳の頃にバンドをやっていきたいなという意識がすごい強かった時期だったのでバンドでご飯を食べていけるようになりたいなと思っていた時期だったのでもう本当にあのずっと動いてたというかバイトをしないと。 その音楽をやるっていうことが難しかったりしたのでもう本当に朝の6時からバイトしてでまた場所変えてお昼バイトしてまた場所変えて夜バイトしてでそこから夜中から朝方まで個人練習するみたいなすごい本当にずっとこうやりたいことに向かって動いてたなっていう感じでしたかね。 基本的に大人になってるかどうか自分でも定かじゃないんですけどあの最近ラグカーペットが欲しいなと思ってラグ屋さんに一人で入ってそのラグについてのこととかキュンときたラグは本当にこういうのでねって説明受けたりとか。 割りかしいい値段するじゃないですかラグってそれをそのお店の方と相談しているときにあ,あ私大人になったなと思いましたね二十歳になられた皆さんおめでとうございます今やりたいこととか続けていきたいことがもしあればそのまま突き進んでいただいてすごくいいと思います私も あのそのまま突き進んで本当に変わってないなって自分のマインド自体変わってないなと思うっ,てっているんですがで、まあ、今日を迎えるにあたってこの撮影すごく楽しくてすごくいい映像を撮っていただいたのでこんないいことが待ってる可能性があるよっていうことをお伝えしてあのそのままでいてください。 思い立ったらすぐ行動、ちょっとつもしん。動いてもがいて、でもずっと笑ってた。今もそれ変わってないみたいだよ。ずっと自分が楽しいと思えること、していようね。